ヘラルト・テルボルフはオランダの画家。ズボレで生まれた。彼は芸術家であった父親から良い教育を受け、非常に幼い頃から才能の片鱗を見せた。学問上の検定の字で証明されるように、テルボルフは1632年にアムステルダムでデュイステル過去でのもとで学んでいた。デュイステルの影響が1638年頃に描かれた絵の中に見られる。 1634年、彼はハールレムでピーテル・モリンの下で学んだ。このハールレム時代に描かれた作品はベルリン・ギャラリーにある相談である。1635年、テル・ボルフはロンドンにおり、その後ドイツ、フランス、スペイン、イタリアを旅した。1641年に彼がローマにいたのは確かであり、同伴にヤンシュクスの小さな肖像と、 ある若い女性を描いた。1648年、スペインオランダ間の和平条約批准する会議の場にいる間、彼はミュンスターにいた。彼は集合した全県大使らの小さな肖像画を同伴に作成し、並行してギターの練習と立つ男の肖像を描いた。絵画はデミドフ家の手で1280ポンドで売られ、ハートホード校が買い上げた。 現在これらは、絵画収集家、リチャード・ウォレスによって、ナショナル・ギャラリーに寄贈された。テル・ゴルフは招聘されて、マドリードを訪問。彼は、スペインをフェリペ4世に雇われ、騎士に上された。しかし、陰謀事件の結果、彼はオランダへ帰国せざるを得なかったと言われる。彼は一時ファール・レムに定住したとみられる。しかし彼は、最終的に、デーフェンテルへ定住し、 そこで、上議会の議員となり、ハーグのギャラリーにある、肖像画の中に姿を見せている。彼は1681年に、デーフェンテルで死んだ。テル・ボルフは、肖像画家として一流だが、風俗画の画家としても未だ巧妙である。彼は、金持ちの生活ぶりと、同時代の知識階級らの真実を見事に描いた。また彼の作品は、 オランダ美術の中で多くを占めるとされる粗雑な筆使いから程遠かった。彼の人物像は姿勢において非常によく描かれ表情に富む。彼の彩色は鮮明で豊かである。しかし彼の最高の手腕は彼の衣類のひだにある織物の無比の表現にあり、手紙や父の還元などの作品で平均的に見られる。テルゴルフの現存する作品は 比較的少ない。80作品のみが知られる。このうち6作品はエルミタージュ美術館、5作品はルーブル美術館、4作品はアルテマイスター絵画館、2作品がウォレスコレクションに収められている。ありがとうございます。